お待たせいたしました。今日はゲストに、川越祭り会館の田中美京館長に来ていただいております。川越市の観光畑を大変長く務められてきた方で、今日はいろいろ先ほどから、春祭りから花火、そして川越祭り、いろんなお話を伺っているんですけども、今日はですね、もう一つだけ先に、まだこれ前振りなんですけども、翼でしたね、このテレビ番組が始まった時も田中さんがこういろいろ担当なさったということで、この翼の頃のお話を聞けたらと思います。よろしくお願いします。はい、翼についてですけども、はい、私実は平成20年にですね、はい、一度観光課から、はい、水道部ということで、うん、事例をいただきまして、それから、水道にもちろん移ったわけなんですけど、そうしましたらですね、3ヶ月だったら、また観光っていう事例が出まして、でまた観光戻りました、はい、でやる仕事というのが今言っていただきました翼担当ということで、はい、NHK の連ドラですね、はい、朝の連ドラ翼ということで、はい、そちらの方を担当してくれないかということで言われまして、それで3名で、やってたんですね。はい、どんなことやったんですか。ですね、まず20年にやったことはですね、はい、NHK の方が来まして、まず川越市のどういう町なんだっていうことで、ロケハンと言いますかね、はい、全体的にこういろんなとこを、観光含めて、あと、いわゆる住宅地とか工場とか空き地とかいろんなのをこう、見たんですね。でその中ですね、こちらがこんなのどうですか、こんなのどうですかって最初は観光ばっかり案内したんですけど、いやドラマだからそうじゃないんだと、普通の日常的なものがいいんだっていうことで、もちろん蔵の街並みは良かったっていうことで、最終的にそこは翼の家になったわけなんですけども、でその後郊外いろいろ行きまして、当時アヒナ線っていうですね、西武線の、あれ休止、廃止って言わないで休止っていうのかな、その線路がありまして、これなんかどうですかねって言ったら、これ面白いねっていうことで、そこでいろいろドラマにも取り入れていただいたんですけど、でその中でですね、ドラマはもう大成功だと私は思ってますけども、その時多部未華子さんという方が主演だったんですけども、当時ですね、私多部さんってよく存じ上げなかったんで、今でこそね、そういう、女優さんですけど、当時はちょっと本当知らなくて申し訳なかったんですけど、それで、今で山和さんですかね、あそこが翼の家ということで、そうですね、山和のとこですね、それで時の鐘とかいろいろで川越祭りのシーンもありまして、で当時西城秀樹さんがいましてね、でやっぱオーラありましたね。あ、そうでしたか。やっぱすごいかっこいいな、そういうもんなんだ、かっこいいな、タレントさんっていうのは、芸能人ってオーラあんのかなと思って、やっぱ西城さんはあったと思いました。ちょっとお亡くなりになってしまったので残念なんですけども、あの方もですね、それで当時ベンツ用意してくれっていうことで、NHK が用意するんじゃないですかって言ったんです。いやそういうのはちょっとね、こういろいろいろんなところで頼むんだとか言って、それで、持ってる人いませんかってことがあって、でいたんでちょっとお借りして、それロケで使ったりしたんですけど、メンツロケで使うとこありましたっけ。あるんですね、ほんのワンシーンなんですけどね、であとそんなのがあったりとかですね、でちょっとそういう翼が終わって、その後ですね、今度ロケ地巡りとかっていう、やっぱりそういうのも面白いっていうことで観光客いらっしゃるので、そのロケやったところを巡るマップとか作りまして、あ、それは番組が終わってから、終わってからですね、やってる時はできないっていうことで、もうロケ、21年に放送されたんですね、あの放送は川越すごい、人が来るようになりましたよね。そうですね、あの時の川越はすごかったですね。そうですよね、すごい人来て、もう過去に最高だと思うぐらい来ましたね。春日のつぼれの時も増えましたけど、この時がやっぱり一番ですよね。そうですね、一番増えたと思います、統計見たんですと一番増えてましたね。それでその時に、終わりましてから、アイナ線のことちょっと頭あったんで、そうしたらあそこでですね、終わった後しばらくしてから廃線あれじゃなくてアイナ線ウォークっていうんですね、アイナ線ウォーク、具体的にはあれですよね、西武線のだからこちらから行くとなんて言ったらいいですか、いわゆるアイナ線ですから、アヒナの方に行く昔の砂利ですかね、川の砂利を取ってたっていう線路なんですけど、それがもしかしたらね、西武線が復活するなんてあったんですけど、最終的にはなくなっちゃったんですけど、でその関係で線路だけちょっと残ってたん でそこを歩こうということで、アイナ線ウォークってやったんですけど、その時もすごい人来まして、なんで来たんでしょうね、いやなんだわかんない、いわゆるてっちゃんっていう方がすごかったんですね。で普通はそこ入れないので柵してるんで、あ、なるほど、で今回堂々と歩けるということで、西武さんも随分やっていただきました、草刈り、きれいにしていただきまして、あとちょっとしたなんですか、橋があったりそこ朽ちてるとこあるんで危ないからってちょっと迂回路を作ってくれたりとか、西武さん相当協力していただきまして、それも大成功に終わったなと思った。それは田中さんの発案で、発案というか、歩いてみたら面白いかなみたいな感じだったんですか。要するにイベントであまりお金かけたくないなと思ったんで、ただ歩くだけだし、あと西武さんがバックいるんで、で西武さんも
あのあれはあるかの南大塚なんですね。ああ、そう、南大塚ですね。そこまで切符、はい、買えば西武さんは喜ぶわけですから、ああそういうことで、うん、西武さんの話したとこはやろうよって話で一緒にやったんですね。ね、本当になかなかない企画で、そうですよね、敗戦ね。あとはあの西武線の方だと西武ができて111年というそういう時にですね、はい、ミニ新幹線とかこう借りたりして結構面白かったですね、うんうん、そんなことが今ちょっと頭に入りました。いや、もうここまで前振りというすごい、ちょっと前振り話しすぎました。いやいや、あのじゃあぜひね、今ここでいろいろお仕事をなさって、今年祭り会館の方に移られまして、じゃあ今日はこう祭り会館のお話を、はい、今年のね PR をしていただきたいと思っています、はい、ありがとうございます、はい、でまずその大河ドラマの巡回展があるということで、そうですね、はい、ここから祭り会館は蔵の町並みにあるところで、はい、観光客が一番多いところなんですけども、そこに立地、はい、立っております、はい、そして今度ですね、今おっしゃっていただきましたけど、はい、大河ドラマの巡回展開催ということで、はい、4月23日から、はい、4月29日の間、27日はちょっと休館日で、はい、その日はお休みなんですけど、はい、9時から18時の間ですね、はいはい、入場無料ということでやらさせてもらってます、はい、またそこにですね、どんなものを飾るのかということですけど、うん、NHK から聞いてるのは、出演者の着た衣装、はい、それからサイン、はい、それから大河ドラマのその鎌倉殿の13人の映像を流すということを伺っております、はい、で、まあ、もちろんその他ですね、川越祭りには祭りに参加する出汁、常時2台ありますので、ぜひそれもご覧いただきたいと思います、はい、あとは川越祭りの迫力ある大画面の映像も楽しみますので、ぜひそれもお願いします、はい、あとですね、まあ、ちょっと川越市ではないんですけども、この鎌倉殿の関係ですね、結構埼玉県の方が関連するのが多くて、そうなんですよ、ね、役として、はい、でそんな関係で今比企軍の関係がすごい盛り上がっておりまして、はい、そうですね、はい、でいろんな、はい、そうなんですよね、はい、でいろんなパンフレットもですね作ってらっしゃいますんで、はい、まあ、そういったものも楽しんでいただけたらいいなと思います。そうですね、はい、あと畠山茂忠とかね、そうですよね、はい、そんな形でだから歴史好きの人や結構面白いかなと思います、まあ、今は大河ドラマもそうだと思うんですけど、そうですよね、なんか昔だからこの辺お城がいっぱいあったんですよね、あったみたいですね、大仏間城とか、はい、八方城とか、そうですね、ね、まあ、土坊の城のあそこは有名だけども、だから結構ね、本当に、すごく武蔵武士っていうんですか、なんか、ね、はいはい、武士の方が、ね、よくね、いらっしゃいますよ ね、 すね、いえいえ、だからきっとご自分のことのようにね思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないですか、ね、ある意味いつも変な言い方してですけど、ね、観光、埼玉県で観光でいうと川越とか秩父とかってやってますけど、今回の比企軍、はい、やっぱりメインになってくると思いますんで、向こうの比企軍の関係の方はすごい、燃えてんじゃないかなと思います。そうですよね、はいはい、でそこにその川越川越太郎茂頼茂頼、ね、ね、ね、と、はい、あと、まあ、義経の正妻ということ で、 で、ね、はい、まあ、名前はちょっと分からないんですけども、うん、まあ、こちらでは京姫なんて呼んでますけど、そういった供養塔とかですね、上楽寺とかって上戸にあるんですけど、うん、そういうところにありますので、ぜひそういうところも見学なさったら面白いかなと思います。本当そうですよね、私たちそういうところが身近にあるのにテレビを見てなんか出てきて初めてこう、ね、盛り上がったりするような、ね、まあ、時代になってますけど、実はねたくさんこう探してみると、ね、そうですね、違った、あれで見ると面白いかもしれませんね、はい、あと祭り会館はですね、はい、今の、はい、コロナということで、はい、人数制限しております、はい、で1回というかその大きな展示コーナーなんですけど、そこに50名まで、でそれを超えるとちょっと待ってくださいということでストップかけてるんですけども、ちょうどですねやはり入場無料ですと多くの方いらっしゃいますんで、まあそういったことでご協力を願えばたいと思います、で入る際には消毒、手とね、手とか、まあそういうところ指とか、手指消毒、それから検温の方もやらさせてもらってます、あと入館記録ということで入った方のもしね、なんかクラスターとか発生したと大変ですので、そこのお名前と、携帯番号だけいただいてます、はい、であとはですね、はい、本来であれば毎週日曜日と祝日にですね、はい、お囃子の実演を行ってるんですけど、はい、今はコロナということで、はい、まあ、6月からやろうかなとは思ってたんですけど、まだちょっと収束の目処が立ってないので、うん、もしかしたらまたちょっと延期する可能性がございます、うんうん、これもちょっと人気あるんですけど、うん、残念ながらですね、どうしてもお囃子ですとか飛沫っていうことで笛を吹いたりするので、うん、ちょっとそういうことがありますので、うん、今は中止としております、うん、
それから、はい、まあ、先ほど言いましたけど今年はですね川越祭りということで、はい、10月15、16日は、はい、川越祭りを開催予定ということでやってますので、はい、今年は、29代の、まあ、いわゆる前座市って言うんですけど、はい、川越市のしてる、して、あ、ごめんなさい、川越市の、うん、出汁大井町内で入ってる出汁29体が出る予定です、うん、それってすごいことですよね。すごいですね。これもう10年に1回しかないのでねえ、だってその、でも費用的にも大変、費用的には大変ですね。大変ですよね。大変だけど、もうこれはでもしょうがないですよね。ですから前回が90周年の時、はい、やはり同じように出まして、はい、その映像が今川越市あの松井学院が流してるやつなんですね。はい、そんな形です。それからあとはここでまたこれちょっとアップしてないんですけど、うん、あの川越祭りのライブ映像とか YouTube で、はい、配信する予定でございます。あのよくあの、川越メディアさんとかがね、ああそう、川越さんいろいろね、うまくやってる、私ちょっと職員やってるもんで、まだちょっとですね、その辺の素人なので、まあ、絵的にはあまり上手じゃないんですけど、まあ、一応そんなことを始めて、で、まあ、あの YouTube でじゃあどんな流すのっていうことですけど、とりあえず1回目はまあ普通の祭りの紹介、川越祭り会館の紹介なんですけど、はい、その後はですね出汁を入れ替えをしてるんですね、祭り会館のその風景とか、あと出汁の例えば天井とか、うん、まあ、人が乗れない時、うん、乗れないところの、うん、その画像というかですね、うん、そういうのをちょっと撮ってみたいななんて思ったりしてますね。そうですね、本当にあの、まあ、今ドローンの時代になったのでね、またさらにいろんなこともできるのかもしれないし、ね、まあ、ドローンですと、ね、ちょっとぶつけ出すと危ないんでね、なかなかそれが難しいところなんですけど、まあ、そんな要するに普段見れないような映像ですね、うんうん、祭り会館でならではこそ撮れるような映像を撮っていきたいなっていうのがあります、うん、なんか映像に興味ありますか？なんか前もね、あのいろいろ、そうですね、やっぱり今ですね、うん、どっちかというと映像がいいのかなって思ってるんです、私はもう、まあ、こういう時代でよくなったんで、だからでアップもできるじゃないですか、うん、そうですね、ずっと見てもらえるしね、どっからしか見ないのがアップで見えるし、はい、で今のすごい画像も綺麗なんで、綺麗ですね、確かにね、だからそういうことを含めるとですね、はい、今後はですね文化財の出しなんかも、うん、今のうちこう綺麗なやつ取り込んでおいた方がいいのかなと思ってるんですよね。音乳さんのお面とか、なかなかシビアなんで、出せないとか出てくると思うんですよ今後、ですから、その辺も今のうちで取ってね、本当は保存したいなと思ってます。そうですね。そうですね。で、あとそれをどうやって修復とかいろいろ。そうですね。それはまた文化財の関係なんですけど、うちのとしてはそれ見れないけど、この画像で楽しみますよということでね、なんかそういうのちょっとやれたらいいなとは思ってます。うん、そうですね。はい。またそういった関係が出てくるんですね。そうですね。それからと、今会館の方ですね、このマンボウでいうことで中でちょっと、うん、こう前も終わりましたけども、うん、まあ、ちょっと中の入館がちょっと減ってきてるので、うん、まあ、その促進するっていう意味でですね、うん、例えばですけど、フォトスポット、うん、写真でこう映えるようなものを作りたいなって思ってます、うん、例えばあの引っかせの大きな、うん、まあ、写真っていうか図、はい、絵があるので、それを、背景にして、であとは入った方にですね提灯持たせて、でスマートフォンかなんか撮ってもらってるっていうか、そんな形でですね、やれたらちょっといいのかなと、ね、確かにそうですね、はい、まあ、皆さんいろいろね工夫して撮ってくださるので、そうですね、はい、まあ、そんな形で、まあ、着物の方もすごく増えてるんで、はい、まあ、そういうことで着物で入っていただいて、着物ですとね7の、あ、8の日か、まあ、団体割引になりますので 20% オフになりますので、はい、ぜひですね、入って8の日は入っていただきたいなと思ってます、はい、それからあとは市政100周年ということで、はいはい、松井会館でもなんか記念事業やりたいなということで今、はい、いろいろ検討してるんですけど、まあ、その一つとしてですね、秩父の林もありますんで、それをやりたいなと思ってるんですけど、ただちょっとコロナなんでね、これもどうなるかちょっと難しいなっていうのがあったりするんで、秩父のお林っていいますと、そうですね、はい、秩父林をですね、12月確か3日かな、やってるんですけど、そのやってる方たちをですね、いいですね、ちょっとやったら面白いんじゃないかということを今考えてます。少しそういう、ね、広がりが出てくるとね、そうですよね、で同じユネスコですから、そうですね、はい、うん、で川越も行ってるみたいなんですね、地の方に、ああそうかもしれないですね、うん、でその逆をやってみたいなと思ってます、うん、それとですね、うんうん、あと来年なんですけど、はい、川越祭り会館20周年ということで向かいますんで、はいはい、まあ、そちらの方もですね、そろそろ準備しておこうかなと思ってます。うーん、あとはですね、はい、今ですね、はい、食べ歩きが結構多いんですね、はい、はい、それなので、まあ、その特にですね、食べ歩きというと串系も多いんですよ、うんうん、でそういったこともありますんで、
あのゴミを持って帰ってくださいって言ったらなかなかそれは無理なんでね、うんうんうん、ですってこの際ですね、うん、祭り会館と、うん、それから元町休憩所っていうのがあるんですけども、はい、無料でこう休める場所なんですけどそこの方にですね、はい、今ゴミ箱、はい、ただこれ土日祝日なんですね、うんうんしか今ちょっとなかなかあの、うん、できなくて申し訳ないですけど、うん、その日は置いてますの で、うん、で今結構調べましたら結構多いんですね、あの、うん、櫛がやっぱ多くてでこれが穴開いちゃうんでね、うん、穴開かないはしなきゃいけないってことになります。そうですね、今その川越観光の大きな問題としてゴミ問題として、ね、ゴミがこれが食べ歩きが、ね、なんとなくかっこいいというふうに、うん、あの思われてしまってるから、そうですね、そういった所作みたいなね、そうですね、そこも含めたこう、まあ文化の発信、着物を着るだけじゃなくて着物を着た時にどういうふうに行動したらかっこいいかなみたいなのがうまく発信していただけるといいかなと思いましたね。今はおっしゃる通りで、全く着物はいいんですけど、そこで、まあ、食べながらねかっこいいのかどうかはまあ別としてまして、まあ、いずれにしてもゴミが発生しますんで、そうですよね、やはりお店でもですね、あのゴミはどうぞって書いて、あ、捨ててくださいって書いてあるんですけど、やはり移動しますからね、うん、食べ歩きっていうさっき言ってますよ、ね、うに、ん、だから違う場所に移動しちゃうんで、うん、行くとこ行くときにゴミ箱は必ずあるわけじゃありませんので、うん、まあ、その一つでもですね、うん、街中に落とさないようにですね、そうですね、あの、まあ、行政としてですね、そういう面もありますんで、うん、祭り会館のと本町休憩場所には置きたいなということで今やっております。うん、なんかそういう日本文化をね、かそのかっこよさみたいなところで、あの発信できるといいですね。はい、それからあとは川越祭り会館、さっきちょっと言いましたけど、はい、あの川越の氷川祭りなんですけど、うん、はい、まあ、それがまあ川越祭りなんですけど、それの出し行列が2016年、はい、まあ、平成28年ですね、はい、12月1日にユネスコ無形文化遺産に登録されましたということで、うん、まあ、一つのこれも大きなものだったなと思ってます。はい、あと今の食べ歩きに関してですけど、うん、はい、食べ歩きしない、少しでもですね、はい、座って食べた方がかっこいいよということで、うん、特に着物の方なんかは、うん、あの野立て傘をですね設置しましてですね、はい、はははそこのところで、うんうん、食べていただきたいなと思います。で、一応野立て方を設置する予定になっているのが、ね、うん、一応祭り会館、はい、それから旧山崎別邸、はい、それから勝町広場、はい、あとトワンズさんの跡地ということで、はい、祭り会館すぐ脇にあるんですけど、はい、そこら辺に置いてですね、はい、まあ、できれば赤い毛線かなんかあるといいんですけど、まあ、そこまでの仕込みができるかどうか分かんないんですけど、はいはいはい、まあ、そんなことをできたりなと考えてます。はい、あとは祭り会館は直接あれですか、皆さんには関係ないかもしれませんけど、まあ、ちょっとまあ老朽化が激しいのですね、まあ、20年経ちますんで、さっき言いました20年ということなんで、なかなかの空調がちょっと今厳しいところあります。で、今年はですね、冬寒かったと思うんですけど、非常に空調が効かなかったのでダウンで仕事したこともあるんで、なかなか厳しかったなっていうのがあります。はい、ということで今日は、川越祭り会館館長の田中美京館長にお越しいただいております。今日はね、いろいろ本当にあの川越の観光の話、それから埼玉につなげた観光の話を、していただいてまいりました。実は私も今日してるあのネックレスはですね、これはあの時川の緑号変顔っていうんですか、あのそれこそあの鎌倉のね、頼朝ですね、はい、がそのなんか部下の人たちにこう渡すなんか一つの贈り物だったりもしたり、それからあの自興寺のあのなんて石あの碑がありますよね、あれもそれでできてるっていう、はい、あ、そうなんですか、うん、なんかいろいろなものがあるらしいんですが、ね、地元のものをいろいろ使っていくと、あ、まあ、パワーストーンにもなるし、いろいろ面白いなと思ってます。なるほど、はい、それで、先ほどのいろんなお話の続きで、実は山崎別邸の方も担当していらっしゃる、はい、ということで、私もですね、はい、ちょっと我々の別邸の方も館長ということで、よろしくお願いします。そちらの方をやらせてもらってるんですけども、はいはい、旧山崎別邸につきましてはですね、はい、あの蔵の町並みの一本、はい、あのなんですか、東側なんですね、はい、あんまり人がちょっと少ないところなので、うん、なかなかですね、うん、場所は、場所というか建物はですね、うん、それなりに、あのいいんですけども、うん、文化財なんですけども、うん、なかなか人がですねちょっと寄らないなっていうところがありまして、うん、今苦戦してます、うん、で山崎別邸にちょっとお話しさせてもらってみますと、はいはい、あのこちらの方ですね、もともと和菓子の亀屋さん、うん、中州にあります亀屋さんの、うん、あそこ隠居の
隠居場所だったんですね。そこを大正時代に作りまして、うん、当時はすごいと思うんですけど、うん、もう水洗通りだし、うん、お風呂もついてますんでね。うん、そうですね。でそこをですね、はい、市が買いまして、はい、平成28年の4月から一般公開ということでさせてもらって、はい、今に至ってます。はい、で平成令和ですね、令和元年9月30日にですね、うん、市の指定文化財ということで、うん、国の重要文化財に指定されました。はい、であと庭園ですけど、そちらの方も平成23年の2月に、うん、国登録記念物ということでしていただきました。でこちらもですね、うん、最近花びら写真館ということで、イベントをやりまして、そしたらですね、なんとですね、もう結果が出ましてですね、着物を着て入る方の統計ですと、大体いつもというか1月2月が27、25人ぐらいだったんですけど、1日ね、はい、1日で着物着ている方ですね、はいはい、1月です、1月月で、はい、で3月で見ますと868人、それはすごいですね、すごいです、着物を着た人が入りました。で月別ですね、着物以外でですね、はい、月別の入館者ということで見てみますと、はい、2020人ですね入りました。で2月が580人、1月が1010人なんですけど、じゃああれですか、こう口コミで広がって、口コミというか、SNS かなんか見て、そうですね、特にですね、大きく、まあ、ポスターとかもですね、作ったわけじゃないんです、チラシはこれ手作りで職員が作ったのを観光案内所とかっていうか、着物のですね、レンタル屋さんに置かせてもらいました。それが反響でかかったみたいですね。あ、なるほど、はい、でこれはまあ良かったなということでですね、まあ文化財だからといってですね、そのまま何もするんではなくて、やはりそれでもいろんなイベントを仕掛けて多くの方にですね、見てもらいたいという気持ちがありますので、そうですね、今後もですね、文化財だからこそみたいなね、はいはい、でそういった入館促進ということで、まあ、よくあるのがですね、まあ、華道、それから茶道、はい、あと着物関係でですね、はい、なんかできないかなと考えてまして、で下エンドなのができれば学生さんがいいなと思ってですね、高校生とか大学生とかですね、まあ、看護師内に大学ね、先生もいましたけど、4大学ありますし、高校もたくさんありますんでね、まあ、そういった方ご協力ながらですね、やったらいいのができるのかなと思ってます。この花びら写真家も若い方が多かったんですか？多かった、圧倒的ですね。で今ね、川越はどちらかというと昔はですね、団体の方、まあ、要するに中高年、中高年多かったですよね、そうですね、それは多かったで、団体が多かったんですけど、もう翼の頃は圧倒的そうでしたよ、圧倒的でしたね。ですからそういうようなことをしなきゃいけないのかなということで、トイレを増やしたりとかですね、いろいろやってきたんですけども、今は変わってきまして、見ての通り、まあ、着物を着て歩く、まあ、若い方、ファミリー層とか、ファミリーの方ですか、そういう方が多くなってもらいましたね。着物は高校生とかでも着るんですか？着るようですね。でこれもですね、特に市がやったっていうわけじゃない、まあ、ある団体さんが仕掛けたと思うんですけど、やはり着物着て歩こうということで、はい、それがだんだん浸透してきまして、当時はこれほどですね、レンタル着物屋さんなかったですね、多分あっても1軒ぐらいしかなかったと思うんですけど、それこんな今10件ぐらいあるんで、その辺はすごいなと思いました。で藤井さんの活動なんか見てても、その着物をすごい簡単に着るっていうか、その帯とかをね、簡単に締めるとか、そういうのも良かったですよね。昔風だとちょっとそこまでやっちゃったら厳しいんでね、まあ、やっぱり、かっこよくですね、簡単に着れるっていう方が、今なんかね、ブーツ履いて着物着てますもんね。そうですね、いろんな方いますよね。もう下手するとスニーカーがいますからね。そうそう、それでもいいっていう、かっこいい人。外国人の方は昔はそういうのが多かったんですけど、あと夏はなんとなく浴衣ですよね、ですからそういう方がすごく増えて、はい、街並みってあそこ黒じっくり、はい、黒いじゃないですか、全体的に、そこがやっぱこう着物を着るとすごく映えると、映えるということで、すごくいい感じですよね。だから写真撮ってしまうくて、まあ、海外には受けるでしょうね、なかなか他にそういうところがないし、ね、かもしれないですね。うん、そういったことでですね、まあ、一つ山崎、旧山崎別邸の皆さん、はいぜひお越しください。はい、ありがとうございます。今日は長い時間ね、とても素敵なお話を聞かせていただきまして、とてもワクワク聞かせていただきました。ありがとうございます。はい、話題が変わります。毎週木曜日、パーソナリティ小林のり子からの題です。4月はちょうど入社シーズンということで、この春から新しく社会人になった担当部署、なったり担当部署が変わったりする方、新規一点の方も多いと思うんですけれども、そこで皆さん、生活の中でこの春から新しいことを始めたり、始めたいと思ったことがありましたら、ぜひ教えてくださいという題を出させていただいたんですが、今日はせっかく田中館長さんがいらっしゃるので、館長さん、新しい何か始められたこと、まあ、このお仕事もね、またいろいろ変わっていくとは思うんですが、プライベートも含めて何か新しく始められたことございますか？ですね、全くないんです。特に
本当にねつまんない人間です。いや十分お話面白いんですけど、なかなかですね、もう60過ぎちゃうとですね、うん、なかなかこう最近は病院に行くとこも多くなりましてね、病院なかなかですねアクティブになかなか行けなくなっちゃったんで、うん、なんかやりたいなと思ってますけど、うん、今ちょっと祭り会館がですね土日も結構出ることが多くて、シフト的に、うん、祭り会館の仕事でもまあ新しく始めたことだった、ね、あとまあある意味新しいんでしょうけど、まさかこう行くと思わなかったんで来てみてびっくりとかあるんですけど、うん、結構ですね土日が出るっていうことでなんか連休が取れないんですね、うん、それがちょっとなんかシフト的に厳しいなってとかありまして、うん、どっか旅行行きたいんですけど本当は、うん、こういう仕事やってたんで、うん、今旅番組結構あるじゃないですか、はい、ああいうのを見ながらねこう行きたいなと思ってたんですけど、コロナになっちゃったりして、それからなかなかシフト的に厳しいんで、ちょっとそれが残念ですね。本当はそれでも行きたいんですけど、まあでもあれですね、ご自身自体がこの皆さんの旅を作ってるわけですから、まあ、それはそんなかっこいいもんじゃないんですけど、ね、いやいや、そう思ってくればありがたいですね、はい、で祭り会館の仕事もね新しくいろいろこう立ち上げられて、そうですね、やはり来て楽しいっていうことで、なんか仕組みなんか作りたいなと思って、なんかやりたいんですけど、あとは体験型ですよね。体験型、体験、要するに祭り会館来ても、うん、まあ、一番簡単じゃあれですけど、はい、太鼓、はい、お囃子の太鼓を叩けるような仕組み、はい、太鼓の達人になるじゃないですか、はい、だからそのブランテレビをテレビにそれを囃子に映して、はいはい、それを見ながら、叩くというようなことをちょっとやりたいなとはちょっと思ってます。祭り会館で太鼓の達人みたいのをやるという、太鼓の達人、そうですね、まあ、達人というか、まあ、ちょっとテレビでモニターで、はい、ビデオでですね、林連の協力を得てですね、要するに川越祭りの太鼓を体験しようみたいな、 それを体験しようというのがないので、それ面白いですね、出しもどきをなんか作って、やりたいなっていうのは考えてますね。で、林はちょっと長20分ぐらい、15分から20分ぐらいかかっちゃうので、それを短縮して3分か5分ぐらい短縮して、でもあれ流派大通りとかいろいろありますよね。だからその辺はもうちょっと難しいこと抜きにしてですね、あくまで体験ということで俺の町内のだけ やってるとか言われて、まあ、だからそれ難しいんで少しずつですね、最初は何流ということで大通りとかですね、芝から過ぎていろいろありますんで、今月は少しずつバージョンを増やしていくと、そうですね、いっぺんに作ったら大変です、作るとなかなかもう厳しいんで、まあ、そういったことをですね、今頭の中では描いてます。でも実際のね、叩く大変でも、ね、そういったこうゲーム的にやればすごく楽しいと思われると思う、やはり来た方からも、なんかこう手で、こうなんか体験したいっていうのがすごい多いんですね、だからそういったのをもう前からアンケートとかで結構書いてあるので、そういったことを少しできるような仕組みを作れたらいいなと思ってます。祭りのなんかね、こう羽織かなんか着て、そうですね、今コロナでなかなかそれができないんですけど、ちょっとそういった着物もどきとかですね、反転とかですね、来ていただいてやっていただけたら、はい、面白いかなと思ってます。あ、もう素晴らしい。もうじゃあまた新しいことを何か始めるかということは、また仕事を始めたというか、ね、まあそういうのが、まあ、ちょっとすいません本当に素敵なお話だと思います。ありがとうございます、はい、私も何か新しいことを始めたかなって考えてみると、やっぱり特に始められてはいないんですけれども、まあ、ちょっとこう春先なんかはね、はい、まずいつも模様替えをするんですよね。そうするとすごい雰囲気変わって、 なんか変わったような気がするんですよそうかもしれませんね。そうするといろんなものが出てきて、ね、あ、これやってなかった、これでやってなかった、これやりたかったとか結構出てくるものがあるので、なるほど、そこで結構しばらく楽しめるというなるほど、はい、気分転換にこう春先のこうなんかこうなんかもやもやしてきたこの季節に来ると、片付けをするっていうのはいいなという。今やってるんですか？じゃあ今やってます。あ、なるほど、はい、もう毎日片付けて夫婦喧嘩になって、ああ、そうなんですか。うちはもう片付けると怒られるんですけど、そんなわけで今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はいはい、皆さんそんなわけで、どうでしたでしょうか。今日の番組楽しくご覧になっていただけましたでしょうか。虹の地球、そろそろ終わりの時間になりました。この後は津久井智子さんの番組は今日はもんやさんが、担当します。今日もんやさん大活躍ですね、はい、ということでまた18時からお楽しみください。来週もまた、木曜日3時からの虹の地球をどうぞお楽しみに、よろしくお願いいたします。ということで、天気だんだん晴れてくるんでしょうか。18時過ぎたらまた晴れるというふうに、聞いておりますけども、まあ、ちょっとまだ曇りが残っているところでしょうか、はい、明日は晴れる、明日は一日、そして週末は非常に暑くなるということで、番組最後の音楽虹の地球、毛利巨人さんのチェロバージョンで、お聴きいただきたいと思います。私もこの虹の地球という曲を作った時の思いは SDGs で、地球をもう一度美しく The Earth Can Be Beautiful Again ということで作りました。皆さんも今とても大変なことが世界中で起きていますけれども、
少しでも地球を美しく活動してきたらいいなと思います。そして今日はゲスト田中さん、どうも大変ありがとうございました。では皆さん、ごきげんよう。